こんにちは。さあ豊さん、はい、早くも今シーズンのドラフト会議の話題。早いですよ。まあ、そうですよね。シーズンももう、ね、あれなので。ということで今日は、はい、今年ドラフトの目玉になる選手、もう一択しかいないよな。誰ですか？浅野。そうです、高松商業の浅野選手。もうすでに巨人がもう1位指名すると公言しました。これまあ賛否両論ファンの中で出てるんですけど、なぜ投手じゃないのって言います。開いた口が塞がらない。やっぱり豊さんも同じ。いやそれは取りたいのは分かるよ、はい、それは根こそぎ取っていきたいと思ってるよ、はい、でも FA で誰か取りなさい、うん、それだったらピッチャーだって。もうキューブはピッチャーですね、間違いなく。ピッチャー取らないと、はい、こんなんでね、浅野でね、はい、取れたとして、はい、すぐ使えるかどうかも分からないし、高校生だし、はい、うん、さあ出てくるの早いと思うけど、うん、いやだけど俺はピッチャー取った方がいいと思うよ。巨人は勝ちたいんでしょ。はい、優勝したいです、うん、そうしたら野手は FA で結構動くけど、ピッチャーはあんまり動かないからね、はい、うん、だからピッチャーをやっぱドラフト1位にして、うん、目ぼしいのをね、大勢って成功したじゃない。そうですよね、抑えだったけどね、はい、今度は先発ピッチャーでローテーションに入って即戦力っていうピッチャーを俺は狙った方がいいと思う。なんか、まあ、あの右の吉田正尚選手みたいになってほしいっていう。いやそれはなってほしいよ。それなってほしいのは分かるけど、はい、今現状いるかっていうこと。いらない、いらないと思うよ、うん、いやそうだったら俺巨人阪神が来たら阪神は分かるような気がする。そうです、阪神だってあれだけピッチャーがさ豊富にいて、はい、それは野手行ったっていいよ。阪神は行くみたいです。でポジションはレフトが空いてるしね、はい、いろいろ日替わりで守ったりとかしてるから、はい、いやそれだったら近本が、ね、うん、肩がね、はい、多少弱いんであればレフトに回して浅野をセンターにするとかさ、うんうん、それはもう構想とすればすごいぴったりはまるけど、うん、それ相手のチームの構想をはめないために浅野を取りに行くのかっていう話だよ。もういやそうじゃないと思うよ、うん、俺巨人は、うん、やっぱりピッチャーが必要だって。そうですよね、あんなに今年8人ぐらいの8勝利を挙げましたって、うん、すごい、全然すごくない。だってピッチャーがいないからそうなってるだけの話でさ、はい、それだけ苦しんでるんだったらやっぱりピッチャー取った方がいいよ。そうですよね、やっぱチームの編成的にもそうだよ、うん、名前を取りに行くんだったら浅野だよ、はい、そう分かるけどチームのことを考えたらやっぱりピッチャー、ただ例えば西勇輝だとか、はい、そういうのを根こそぎピッチャーで取れるんであれば、うんうん、それは浅野行ったっていいけど、その保証はまだないわけでしょ、はい、裏で動いてるのかな。もうあそれはありますよね、動いてるから取れる目処が立ってるから浅野行っても大丈夫だって言ってるのかね。悪いか。いやそれはタンパリングって違反になるからね、まあ、ダメですよね。ダメ、ね、ダメだけど、まあ、禁止事項は多分巨人はやってないと思うけど、はい、だけど今現状で考えるんだったら俺はピッチャーは絶対行っとかなきゃいけないって思うよね。もうあの1位指名でピッチャー行くぐらいじゃないと急ボってことですもんね。まあそうだね、だから阪神はもうピッチャーはあれだけ優秀なピッチャーがこうゴロゴロいてさ、うん、はい、ピッチャーなんかもういらない、うん、もう外野手で、ただ外野手も欲しいけどね。あの阪神は、うん、いいんじゃないのさ。あ阪神はいいですよね。もう岡田さん就任祝いとしてあげます、うん。え、これは誰が引くんですか。岡田さんが引くことになるんですか。岡田さんまた運が悪いんだよ。そうなんですよ、ね、くじ運が。そう、矢野監督ではもうないですよね、終わってるから。いやそりゃそうだよ。あれって終わってる、終わってる。そうです、だから10月の20日だからシーズンは、3日に終了かな。プロ野球全日って終了するの。それをもってもう、あクライマックス出たらな。クライマックスに出た場合だと日本シリーズ出たら分からない。そうです、そうです、日本シリーズ出た場合、まあ、でもまあ次期監督として、はい、もう矢野監督は公言してるわけだから、はい、辞めるってことして、うんうん、で岡田さんに任せばいいんじゃない。そこは総括は、うん、で阪神は確かに浅野選手1位で取りに行くのはもう理にかなってる。巨人はそこじゃないでしょっていうやっぱりことになってきますね、今現状ではね、はい、FA で、まあ、例えば西勇輝だとか、うん、他の有力な投手が取れるんであれば、はい、それは浅野行ったっていいと思うけど、うん、でもまだ分からない、確証がないじゃない。そしたらピッチャーじゃないのって俺は現状では思うけどね。仮に巨人が浅野選手を取ったとして、浅野選手ってまた2軍からってことになる。当然だよ、まあ、でもよかったら使うけど、うん、それはそう簡単じゃないよ、まあ、いやそうですよね、うん、ただ浅野を取ったら絶対育てなきゃダメだよ。
怒っちゃうよ、他の本当に。あ、そうですね、許さない朝のおじさんみたいになってきてますまあちょっとね、いろいろ問題を起こした人がいるからねあ、そうですねいや、そんなことないけど、はい、まあ、あと魅力あるのは、あ、他にはそうです、まあ、党員のね、俺、はい、巨人は松尾とか取ったらどうなんだって、お大阪桐蔭の、はい、あのキャッチャーいいキャッチャーだぞお前、まあ、いないですからね今、うん、他取られるよ、他行かれちゃう前に行かれる行かれる、あ、じゃあこの松尾捕手も他球団何球団かかぶりそうですかね、ドラフトやっぱ人気はあると思う、うん、まあ、とりあえず広島いらない、はい、うん、ヤクルトいらない、はい、ロッテもいらない、そうだな、 DeNA は欲しいよな、まあ、DeNA、あ、キャッチャー、はい、あ、日本ハムもいる、はい、だからやっぱり松尾も人気が出てくると思う、おー、やっぱ優秀だもんね、キャッチャーとして、あの打てるしな、そうですね、ルーキーキャッチャーで今年ね、やっぱり活躍、はい、したっていうその実績があると、やっぱりルーキーキャッチャー取りたいところも出てきます、まあ、ルーキーって将来的を見据えてね、はい、ロッテが取ったらびっくりするけどな、おい松川どうすんだみたいな、もう飽きたかみたいな、本当ですよね、うん、ってなりますけどね、まあ、それはロッテはまずないよね、まずない、はい、でね、これ甲子園に行ってないけど宇津美、はい、あ、はい、広島の広陵高校、はい、このバッティングが魅力的だな、おー、方法じゃないんだよこれ150キロ超えをバックスリーン右に叩き込んでるからな、うんうんうん、あ、じゃあこ大学との試合の時に、おー、じゃあここも複数行く可能性、どこ行く可能性はある、どこが、これは広島だろ、あ、まあ広陵ですもんね、うん、地元が、これはね、広島は取っといた方がいいと思う、うんうんうん、それはなんでかっていうと、なんか選手が動きそうだし FA とか、はい、そういうので、うん、でも将来的にはやっぱ広島の中軸を打てるような選手になってくる、はい、確かに広島は地元ですし行きそうですね、1位指名で、う、ね、うん、あと山田、はい、近江のね、はい、日本ハムかな、おやっぱね、甲子園の、はい、あ、こういうタイプのは日本ハム好きだよね、あの歴代そうですね、吉田輝星にとか斎、はい、藤佑樹も 、はい、その部類だと思うけど、はい、好きだよね、うん、で山田っていうのは二刀流をやらせると面白いです、そうですよね、4番打ってましたよ、ね、もちろんですね、もうキャプテンまでやって、はい、4刀流とか言われてる、うん、で、あのピッチャーもね、はい、エースでちょっとちっちゃいんだけどね、小柄なんだけど、ね、うん、まあ魅力はある、そうですね、でしかも日本ハムだとね、元祖二刀流育てた球団でもあります、まあ、スケール的には全然違うけどね、うん、やっぱ大谷の方が何倍もスケール的にはでかいけど、はい、可能性を持ってる子だよね、うんうん、だからまあ楽しみだなと思うけど、あと中日で出てたのがもうドラフト会議に向けてもうチェックが始まっていて、中でも日本航空石川の内藤内野手に注目しているというふうに立浪監督が明かしたと、もうこれ記事になってます、川明の選手でしょ、そうなんです、高校通算53本塁打の内野手です、即戦力の投手も一人も欲しいけれども野手もいい選手がいたら欲しいということで、この選手注目、この選手が悪いって言ってんじゃなくて、はい、中日がホームランバッターを取ろうとしてることがもうおかしい、はい、まさにそうですね、だってホームランバッターあの球場で育ったかっていう話だよ、はい、球場ができてから今までホームランバッター育ちましたかっていう、絶対育ててないんで、はい、一人もそれでまだ育てようとするかって、はい、今年目立った選手は誰なんだって、誰だ、岡林選手ですね、と大島、この2人の共通点は、うん、アベレージヒッターの足の速い左でしょ、うん、はい、こういう選手を揃えればいいじゃん急に、うん、それで勝負しに行けばいいじゃん、なんでホームランがいるんだよ、うん、打てないものを打たそうとするんだよ、うん、そうじゃなくても得点力が少ないの、確かにもうやってることがおかしいって違うですよね、あの球場で、いやおかしいよ、うん、それはね、選手もそうやって期待されて、はい、入った選手は不幸だよ、そうですね、潰れていっちゃいます、中距離ヒッターは育つ、はい、例えばギリギリ20本ぐらいの3割バッター、うん、これは育つ、うん、ね、だけどね、なかなかホームランバッターって育たないよ、
そうですね、あそこは、うん、ストレスたまるよ。そこはもう外国人選手に任せて、任せればいいんだよ。そうですね、日本人選手はそのまさにその岡林選手とか大島選手みたいな選手、うん、でいいって、うん、じゃないとあれだけの広い球場を持ってて、はい、守備でもその足でカバーするしかないんだよ、はい、で中日が強かった時代っていうのは外野手がやっぱ足が速くて優秀な人間が揃ってたんだよ、うん、ね、ホームランバッターでいたか、優勝した時にいないんだよ。そうですね、外国人しか、はい、いや、ね、そうですよ。そのぐらいに思っとけば、うん、チームの編成って変わってくるよ。確かに。でもまだここに野手はホームランを打てる可能性のある人、遠くに飛ばすのは才能なのでねと語ってたって感じですけど、いや、好きにしてくれって。いや、もうね、そりゃね、育てる方も大変だから、あそこをね、持ってくる選手をっていうのは、そう、ね、それは村上クラスだったら話は分かるよ、はい、だけど村上クラスなんか、うん、もう何十年に一人の逸材みたいなもんだから、はい、松井秀喜から受け付けられた村上、はい、でこの間何年空いてる、もうかなり空いてますね。空いてるよな、はい、そこからまた待たなきゃいけないんで、そのぐらいやっぱ逸材を持ってくるしかないわけよ。ね、その中で勝負するんであれば、今年目立ったのは岡林であり、育ったのはね、はい、で大島がやっぱりそこで君臨してるっていうのは、うん、自分を見失わない、そういう選手だからね、はい、見失ったらとんでもないことになるよ。あれボールが一個も飛びませんみたいな。外野フライ。いやいや本当だって。そうですよね、うん、ユタさん、ちょっと中日組閣で入ったらどう。もうね、本当に中日はね、ドラフト失敗してるから、外野手ばっかり取っちゃったりとか、まあ、外野手にもしちゃってるしね、内野手を、はい、いやだからそう、もうちょっとさ、現実を見た方がいいよ。そうですね、もうね、球団首脳陣にフリーバッティングさせてみたらいいよ。バッティング、いや本当に入らないんです。立った瞬間にあそこまで飛ぶのかなって思うから。そうですね、現実を自分だけめちゃくちゃ広いよ。ほんと、ユニフォーム作ってあげるよ、俺が。やるんだったらね。あ、やるんだったら。その代わり俺はカメラ持っていくけどね。YouTube でね。いや、そうですよね。いや、ほんと、大変だから。いやいや、そうですよ。だから強かった時も、2対1、2対0とかで。だから中日は、うん、言っとくぞ、はい。サード、ファーストなんか取っちゃダメ。はい。全部二遊間、うん。少し、あれ、サード、ファーストよりも力が落ちるかな。ね。成績がちょっと落ちるかなって言ってても、はい、二遊間を取った方がいい。二遊間をしっかりできる人、うん、そっからだったらコンバートはいくらでも効くし、はい、二遊間やってるやつで足の遅いやつはいないし、うん、だからもう二遊間の優秀な人間を連れてこい、うん、もうね、スカウトしなくてもいいよ、もう見なくてもいい、もう本当に二遊間でしっかり成績を上げた人間を連れてこいって。名前誰なんだって、よしドラフト1であげろって、こんなドラフトでもいいよ、もうそのぐらい、そっから鍛えないと。そうですよね、こんなこと言ってる場合じゃないと、うん、記事のようなホームラン打つ可能性がありますよ、はい、迷惑だからやめなさいって。子供に、あの日本国の選手にまた潰れていっちゃう、かわいそうだよ。去年のドラフトでも入ってきた選手も今年やっぱり悩んでるというか、もうね、例えば鵜飼なんか使われるけど、はい、もうおかしくなっちゃってるんだよ。だって落ちるよりも、ね、後半の方がさらに悪くなってるって、はい、どういうことって言って、うん、ね、やっぱあそこまで飛ばすには振らなきゃいけないし、はい、ね、振ったら当たらないっていう現象だって。ほら、守備ついたらお前ボールもグラブにも当たらなくなっちゃってるから、本当かわいそうというか、潰しちゃって、いや辛いよ。でもさ、あのブライト健太選手もやっぱり出てこれないですし、出てこれないよな、はい、まあ、怪我もあったりとかしてるけど、うん、いやだから俺はね、本当にこれ浅野の話してたんじゃない、そうです、ね、まあ、ただそうですね、なんか中日のことでお前熱くなっちゃってる。いやでも巨人も浅野選手じゃなくてピッチャーをやっぱり急ブレ取るべきだし、中日もやっぱその二遊間ホームランバッターではなくて取るべきだしっていう、やっぱなんかドラフトから見えてくる各球団のってありますよね。現実をしっかり見てね、将来を見据えた方がいいよ、じゃないと名前で踊ってたらおかしくなる、はい、うん、こうやっぱスカウトだったりとか監督だったり首脳陣球団が一生懸命考えなきゃいけないところ。だから日本航空の子なんかもさ、はい、横浜に入ったらいいよ、逆に言えば あそこはホームランが出やすいし、はい、優秀な右バッターがたくさんいるから、はい、参考になると思う。おー、
やっぱ適材適所ありますもんね。ある。球場っていうのはさ、じゃあみんな同じ企画でやってるんだったらいいよ、うん、これ不思議なんだよ野球って。私も思ってました。狭いし歪だし、ファールグラウンドは平等ではないし、うん、これで記録だ記録だって騒いでても、これ本当に記録かみたいな、あの同じ条件じゃないですか、ね、だからな、バンテリンで投げるピッチャーが防御率がいい、うん、当たり前じゃないかっていう話だよな、はい、横浜のピッチャー防御率が悪い、うん、困ったなみたいな、球場じゃあ広くしろよみたいな、バンテリンみたいにみんな同じにすればね、そうだろ、はい、いやそしたら特性があるでしょ、はい、球場に。それだったらそれに合う選手って必ずいるんだよ、うん、ね、阪神だったら浜風が吹く、うん、やっぱ岡田さんが言うように右バッターを育てるのは楽だけど、うん、左はなかなか難しいぞって、うん、ね、ホームランバッターはね。だからあそこでもうホームランバッターだ、サトテルが苦しんでるじゃない、はい、でも近本と中野は悠々とやってるじゃん。それは長打を求められてないから、うん、でも大山はなんで苦しむかというと、あの浜風になんで乗せんかいみたいな、あ、そういうことで悩むわけじゃん。でも右バッターだから優位点はあるよね、はい、だからあの岡田監督は右バッターをとにかく浅野、これはもう大正解なんだ、うん、ね、だからそういうことを考えてやっぱドラフトしないと、むやみやたらにでも、浅野お前は高校の時にね、うん、ホームランをたくさん打ったかもから、うん、でも中日に来てくれと、お前の走力と守備力がいると、はい、ね、お前はアベレージヒッターでいいんだと、うん、だからうちに来てくれないかっていうんだったら話は分かる、うん、浅野取った瞬間にホームランバッターですみたいな、うん、もう浅野ヘトヘトになっちゃった、もう痩せこけちゃった、また潰れていっちゃいますね。そうそう、だからその球場によって取る選手、はい、そういうことも含めてドラフトをしないと、はい、子供たちが将来苦労する、あの振り回されてしまいます。で伸びない伸びない、うちの選手は伸びないねって、伸びないに決まってんじゃん、お前考え方間違ってんだもんみたいな、まあまあ、出だしからってことですね。そうそう、のっけから違うわなみたいな、うん、本当そうですよね。そうそう、さあこのね、豊さんの総評を踏まえて、はい、さあ今年のドラフト楽しみやな、はい、これまだ楽しみか、いや楽しみです。もう怒りまくってたりしてなんであそこお前ドラフトしたんだお前、こんな選手かわいそうじゃないかみたいな。ドラフトした日の動画も出したいですよね、高さん、ちょっと一言も言わせてっていう。その日ね、プロ野球ニュースの、あ、決まってるんですね、もう終わったら出す、お願いします、終わってここで集合、はい。